よぴチャンネル、オチェドラグメイクチャンネル、よぴチャンネルにようこそ。よぴちゃんです。今回やったメイクはこんな感じ。では早速メイクスタート。 OK、 今回のコンセプトはビューティフルブラック。やっぱうちらってさ、ビヨンセ好きじゃん。ブラックカルチャーってすごい憧れがあってね、ホイットニー・ヒューストンとかさ、やっぱ好きなわけ。ブラックの女性になってみようかなって思ってる。なわけでね、今回はこう肌の色をグッと褐色に落とすから、まずコントーから説明していきます。まず全体的にトーンをグッと落としていきます。さて始まりました、後付け解説のよぴちゃんです。今回もあの手この手で大変身してますので、ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。今回は色白のアジアンからググッとブラックの女性まで肌のトーンを落としてます。普段のメイクだったらシェーディングのエリアでしか使わないような結構濃いめの動乱をもう顔全体にのせてる感じ。トップのハイライトは新しいベティフダちゃん、とんでもないカバー力のファンデーション。最高、美味しい。たとえシェーディングの色が変わっても、コントのやり方は全く一緒。もうめっちゃ美しい。どうしてもやりたかったこれ、バナナパウダーのベーキング、効果はよくわからん。アイシャドウ使ってね、影色を整えていきます。いつも使ってるブロンザーがさ、もうすでにこのシェーディングで使った動乱よりも明るい色だから、今回はね、あのアイシャドウの濃いブラウンを使って影色を整えました。大変よくできました。はい、コントワーが終わりました。もう完全に皮膚の色がね、アジアンではなくなったかなって感じ。この手との色の差ってすごい。じゃあ眉毛描いていきます。黒くて凛々しくて美しい眉。今描いてる線はこの後ペンテルで眉毛を描くときのための下描き。眉頭をぼかす眉毛描くときはね、そのペンテルをどの位置から始めていいかっていうのが分かりづらいから、今回はね下書きしてみました。めっちゃ描きやすかった。でもって後からアイシャドウで眉頭を薄くぼかしていく感じ。黒で丁寧に繋いじゃって、眉頭だけね少し表現を入れてみるね。うん、
眉毛の下のラインを整えていきます。この肌の色で使えるコンシーラー持ってないから、今回は普段のリキッドファンデーションを使ってコンシーラーの代わりにしました。これ下手なコンシーラーよりも化学力あるかも。キーレ、すごく意志が強そう。じゃあアイシャドウ、まずはね、ウォーターライン。今回ね、目の際の際までね、黒くするから、ウォーターラインのところも、ブルーラインより黒くしておきます。ウォーターラインを制する者は、メイクを制するって、死んだばあちゃんが言ってた。続いて、カットクリスの形取りながらアイシャドウ入れていきます。カットクリスのラインの下が一番濃いアイシャドウを乗ってなきゃいけないから、カットクリスのラインを取りながらアイシャドウを乗せていく、このやり方はとってもおすすめ。カットクリスがやりやすくなるから参考にしてみて。そしたらブラウン方向にトランジションしちゃおう。デポールにもさ、たくさん魅力的なブラックのドラッグクイーン出てたけどさ、シーズン8とオールスターに出てたナオミかな。あのジュリー・ガーランドの回のさ、ナオミのこのなんかザ・リップシンクって感じ、皆さんは特にブラックのクイーンでレコードシリーズどのクイーンさんが好きですか？一つ楽しいな。私のチャンネル見てるってことは、皆さんルポールのドラッグレースはご覧になってらっしゃいますよね。全シーズン通して好みのブラックのドラッグクイーン教えてちょうだい。今回ね、衣装にね赤が入るから、目元にもね差し色で赤入れようかなって思ってるの。最後に眉骨にハイライト、ジェフリースターのジョーブレーカーっていうパレットに入ってるジョーブレーカーっていう色なんだけど、もうこれがすごいの。リキッドアイシャドウかしらっていうぐらいキラキラ。キーレねえ、もう褐色の肌に氷が深い目元、こんなにさ綺麗なことがあっていいのかっていうぐらい綺麗ね。だってさ、見てこの髪の毛。カットクリースがね、今回のメイクのポイントになってきます。今回のメイクではタルト姉さんちょっと色白すぎて使えないから、カバルがバチクソ高いフダ姉さんのリキッドファンデーションで代用してみたの。やっぱりテクスチャーが硬いのと乾燥がやたら早いのがたまに傷。ナオミとかシアみたいなね、デコってる方のメイクではなくて、どちらかというとケネディとか、あとはジェイダ・ホール、ブラックの女性のにじみ出る美しさみたいなものをね出せるようにメイクに頑張ってます。何でも石付きではまとまると思ってるストーン信者だからさ、別に石を作ったメイク大好きなんだけど、今回はリテールで逃げないで力強いブラック女性目指してんの。すっごい気持ち悪い。じゃあね、カットクリースにもこの下まぶたみたいにね、衣装に合わせた赤い差し色入れていきます。
ットクリスも綺麗にトランジションして馴染ませてね。ツーシーでね、カットクリス全体をマスキンピンにしていきます。ツーシーってほんと綺麗、ちょっと終わらせて、ほんとにすごい。褐色の肌にはやっぱりゴールドがよく似合うわ。この上なく美しい。はい、じゃあアイライン。アイラインもね、普段描いてみたら奇抜なアイラインを引かないで、まあ、王道なアイライン引いていこうかなと思ってます。今回のアイラインは以前やった泣き虫紫魔女の時と同じように、あまり角度をつけすぎない目頭切開を作ってます。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また、登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると、喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。下まぶたまでパキッと、リキッドのアイラインで引いちゃうとね、クレオパトラみたいになっちゃうから、一部はアイシャドウでぼかしてます。アイメイクがほぼできました。バッチバチの美女。ではリップ。リップも衣装に合わせて赤系のリップ乗せていきます。今回も大好きなバッチリキューピッド棒を取った女性的なリップライン。あ、超いい色、大成功。リップもほんのり進化しちゃう。仕上げていきます。花火のつもり。
かしら。Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman.Black is beautiful. 今回の動画いかがだったでしょうか。よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラッグメイクチャンネルヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。